昭和63年2月名古屋で発生しましたアベック殺人事件、犯行当時19歳6ヶ月だった主犯 A に極めて悪質残虐な犯行ということで、少年犯罪では10年ぶりに死刑判決が下りました。2人を襲ったうち1人は20歳で暴力団組員でした。このグループは地元暴走族で、名古屋のこの金城埠頭で2組のアベックを木刀を持って襲撃し、8万6千を奪った後、大高緑地公園に向かい、野村さん、末松さんの2人に襲いかかりました。グループは持っていた金属パイプ、木刀で車をめった打ちにし、2人を外に引きずり出し、全身をめった打ちにし、女子はハイヒールで住代さんを踏みつけ、殴りつけ、髪を引っ張り、上半身裸にして木刀で殴りました。その後、さらに正座をさせ、全身を殴りつけました。そして墓地に連れ込み、2人にさらに激しい暴行を加え、住代さんを丸裸にし、タバコの火を全身に押し付け、シンナーをかけ、体を焼き、変わる変わる乱暴を働きました。そして顔を見られているということで、野村さんは、命だけは助けてくださいと、非常に命乞いをするこのフィアンセの野村さんの首にロープをかけて、綱引きだと言って、この野村さんを締め上げて、殺害してしまったものであります。一人死刑だけでは、収まらない、やっぱり全員ね、死刑してほしい気持ちです。後半でどういうふうに言って詳しくね、検事さんから言われた時なんかも本当にその場になんか痛くない気持ちでもやっぱり聞いて、どんなふうにね、苦しかっただろうに、お母さんがやっぱり聞いててあげなければと思って、やっぱりもう我慢して聞いてたんですけどね、もう本当に考えられない、人間のすることじゃない、そういうね殺し方で、本当に面白い半分にこうやるって、そのねことが本当にもう残念で、本人もすごく無念で、もう死んでも死にきれないと思います。その後、犯行グループは一人になった末松住代さんを数日間にわたって引き回し、暴行を加え、死の恐怖を十二分に味わわせた後、この山中に連れ込み、二人の死体を埋める穴を掘りました。住代さんはすでに死を覚悟して、最後にお兄ちゃんの野村さんの顔を見せてくださいと哀願します。グループは死んだ野村さんの顔にライトを当て顔を見せました。住代さんはこれを食えと握り飯と缶ジュースを手渡され、パンティ一枚の姿でこの寒空の中に立たされておりました。住代さんはこれと私を一緒に埋めてください、お兄ちゃんと一緒に天国で食べますからと言いました。そしてその後、当時19歳6ヶ月の A と17歳の B は住代さんの首にロープを二重に回すと、タバコを吸いながら、おい綱引きだぜ、引っ張れ引っ張れ、タバコが消えるまでやろうと言って締め上げてしまいました。住代さんは下着一枚の姿でゲボゲボゲボッとうめき、うつ伏せ状態でこの冷たい土の上に倒れ込んだということであります。本当に娘は辛かったと思いますよ。多分お母さんお父さんって叫んだんじゃないかなと思いますよ。そうですね。私本当に辛かっただろうなって思ってます。本当犯人をね、私は、一寸刻みにしてでもね、本当炙り殺してでもね、いびり殺してやりたいというような気持ちなんですよね。それはいまだにね、事件以来ね、薄らえではいませんね。もう二十歳であろうが三十であろうがね、それはもう同じですからね。ただその誕生日の前だったら、誕生過ぎたからというね、そういうその線を作ること自体がね、僕はもうね、間違いじゃないかと思うんだろうね。やはり、少しね、厳しくね、やはりやらなければね、本当、自分の娘だけで、あとは、そういうことがあってはならないと、それは誰しもがその時はそう思うんだけどね、今のね、結局、刑はね、あまりにもね、方がね、軽すぎると思うんです。現行法では無期懲役といっても、数年で仮釈放されて出てきます。さて、少年法におけます死刑判決は戦後40人、今回の判決は昭和43年に発生しました連続射殺事件の永山被告以来10年ぶりの極刑ということになるわけですが、
従来の裁判の線から申しますと、強盗強姦の殺人いうとまず死刑というのが通常ではないかと思うんです。でまあその場合でも少年法との関係があるということが確かに問題になります。ただ少年法といっても少年法51条にあるのは、これは罪を犯すときに18歳未満のものについては特別の考慮をするということである。だとするとこの場合は法律論としては死刑にされても仕方のない場合であるということになる。ただそれでも法律論だけではない少年だから、そこは特別の配慮で無期懲役にしていただけないかと、こういう問題ではないかと思う。おそらく裁判官としてもそこは慎重審議の上ですね、あまりにも残虐非道であるからもう死刑しかないという判断になったのではないかと、そう思う。だから私はこれはやっぱりやむを得ないのではないかと、そう思うんです。死刑廃止には3つ根拠があると言われています。1つ目は、刑事裁判の結果冤罪が発生する、間違った裁判が発生する恐れが常にあるということです。で2つ目は人間が人間を殺すということが果たして許されるのかということです。まあその意味で死刑廃止論者というのは大体が戦争反対論者ということになっております。3番目がそもそもその刑罰を科すのに、刑罰を科す目的は何なのだろうか。人を刑務所に入れて単に懲らしめるのではなく、より良い人になって出てきてもらいたい、こういう思想を教育系思想と言いますが、教育ということを考えた時に死刑にしてしまったら教育も何もあったものではない。死刑と無期懲役との間の段差がすごく大きいんですね。一方は命を絶ってしまう、一方は無期懲役といってもまあそうですね、15、6年でだいたい刑務所から出てこれます。ですからもう少し長い間入れておく刑というのを作るというのは立法論としては考えていいですね。命まで絶つ必要はないだろうということは考えられます。そういう制度があればこんな厳しい論議にならないと済むんじゃないかというふうに思ってます。現在死刑が事実上廃止されている国は81カ国、死刑存置国は100カ国となっておりまして、赤いところが死刑のある国ということなんですが。